どうも、北海道住みます芸人コロネケの渋谷です。今日はですね、セコマのカップ麺。はい、北海道にはですね、セコマートという北海道を代表するコンビニがございまして、そのセコマートでですね、セコマートのカップ麺っていうのが売ってました。しかも種類がもう十何種類とございまして、その中から、渋谷が気になる商品を本日3点買ってきましたのでご紹介したいと思います。まず気になる1点目こちら、エビ風味味噌ラーメン。すごい、エビ味噌ラーメンですよ。こんなのも売ってるんですよ、このコンビニの限定商品で。すごくないですか。すごいですよね、こんなのもあるんですよ。いろんな変わり種の商品がたくさんありまして、続きまして、生ら胡椒タンメン。すごくないですか。醤油味噌とかじゃないんですよ、生ら胡椒タンメン。ちなみにこれ渋谷食べたことあるんですけど、マジでうまいです。はい、っていう、まあこういうカップ麺もあるんですけども、焼きそばもございます。こちらです、ジンギスカン焼きそば。出た、北海道っぽいっすね、ジンギスカン焼きそば。こんなのもあるんですよ。今回はこのジンギスカン焼きそば食べてみたいと思います。それでは作ってみます。完成しました、ジンギスカン焼きそば。できました。中はソースとかやくだけのシンプルな感じなんですけども、匂いがマジでジンギスカン、すごい再現度すごいっすよ。すいません、いただきます。ジンギスカン焼きそば、ジンギスカンうわ、焼きそばとしてもほんと普通にうまいですね。野菜の香ばしい匂いみたいなのがすごいするんで、本当にあのジンギスカンやってる最中に麺入れてジンギスカンのタレで食べるみたいな、すごい本当ジンギスカン気分です。本当にうまい、これマジでいいんじゃないですか。これ本当普通に美味しい、焼きそばとしても美味しいですし、なんかその変わり種の味でちょっと失敗なやつとかたまにあるじゃないですか。これ全然ありです、おすすめです。さあ、気になった方、北海道にこれ食べに来てください。お待ちしております。どうもありがとうございました。